若林秋広は東京都中野区出身のプロ野球選手。宇藤良田。読売ジャイアンツ所属。ジップは横浜太陽ホエールズに所属していた若林健一。幼少期にはすでに現役を引退していたジップの健一を相手にボール遊びや野球の練習をしていた。中野区立東園第三小学校では世田谷タイガース。 中野区立大級中学校では、木黒西シニアに所を属していた。東院学園高校への進学後は、1年夏の選手権神奈川大会でベンチ入りを果たしたばかりか、投手として登板した。1年秋から外野手、2年秋からは遊撃手として、レギュラーの座を確保。モテギエゴロなどとクリーンアップを組んで臨んだ三年夏の神奈川県大会では、四回戦で、 茅ヶ崎西浜高校の小村通る5回戦で川崎高科高校の青柳明恵を準々決勝で武装高校の井口和ともに勝利。しかし松井祐希を擁する霧光学園高校との準決勝に4から5で赤敗した。1学年後輩に山野部賞、2学年後輩に斉藤大将がいる。法政大学への進学後は1年春から東京 大学野球のリーグ戦に出場すると3年秋に生二類種へ定着した。4年時には春季にリーグ2位の打率390を記録。秋季には打率2793本塁打という成績で二類種としてベストナインに選ばれた。在学中にはリーグ戦で通算59試合に出場。打率267 4本類打20打点、10盗塁という成績を残した。1学年先輩に石田県内がいる。j x エネオスへの入社後は、1年目からレギュラーとして出場。第42回社会人野球日本選手権大会では、NTT 西日本との初戦に敗れたものの、9番、二類種として先発出場した。2年目の 第88回都市対抗野球大会には三菱日立パワーシステムズの補強選手として出場すると JR 西日本との準々決勝では満塁本塁打を記録。秋には社会人日本代表の内野手として第28回ブファアジア選手権に出場した。2017年10月26日に行われた NPB ドラフト会議で 読売ジャイアンツ2から6巡目で指名され、契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は60。担当スカウトは、井上真司。2018年には、5月12日の対、中日ドラゴンズ戦8回表から、中堅守として一軍公式戦に初出場を果たした。8月9日の対阪神タイガース戦で、秋山匠から、 左打席で初安打を放った。一軍公式戦には通算で17試合に出場したが、この安打だけでシーズンを終えた。オフに80万円増の推定年俸880万円で契約を公開した。2019年には、レギュラーシーズン開幕直後の4月7日に出場選手登録を果たすも、同月17日の広島東洋カープ戦で右腕に、 支給を受け2週間足らずで一軍登録を抹消された。一軍で2塁を守っていた選手に故障や不審が相次いだことからセパ交流戦直前の6月1日に再び登録されると6月7日の第千葉ロッテマリーンズ戦では一軍公式戦での初本塁打を二期交代から左打席で記録。交流戦では17試合に出場すると チームの規定打席到達者トップの打率333を記録。一時は交流戦の打率441でトップに立っていた。レギュラーシーズン終盤の9月上旬に出場選手登録を再び抹消されたが、一軍公式戦全体では77試合の出場で打率239ながら5本塁打を放ったほか、 58試合で2塁、17試合で3塁、6試合で外野、2試合で1塁、1試合で遊撃を守るなど、ユーティリティープレイヤーとして活躍。チームが、セントラルリーグ優勝を経て臨んだ、ポストシーズンでも、阪神とのクライマックスシリーズファイナルステージや、日本シリーズに出場した。オフに、1020万円増の推定年俸1900万円で、契約を公開。 背番号が37に変更された。2020年は開幕一軍を逃したものの6月25日に出場選手登録を果たす。7月18日に抹消されたものの8月4日に再登録された後はシーズン終了まで一軍に帯同した。前年と同程度の76試合に出場したが、 主に二塁に定着した吉川直樹の台頭の影響もあり、スタメン機会は前年に比べ減少した。また20試合で二塁を守ったのに対し、43試合でリフトやライトにつくなど外野手としての出場機会が増加した。投塁を6回試みて4回失敗するなど、総類面に課題を残した。日本シリーズでは4戦目で一番ライトとして、 シリーズ初スタメン出場しに類だから先制のホームを踏んだが試合は直後に逆転されシリーズ敗退が決定した。オフに300万円増の推定年俸2200万円で契約を公開した。2021年はオープン戦で打率、本塁打打点でチームトップの記録を残し2番2類で開幕スタメンを勝ち取った。 3月27日の開幕2戦目で、総類時に左太ももを負傷し途中交代。登録抹消はされず、3月31日に代打として実戦復帰した。4月4日に新型コロナウイルス感染症の陽性判定が確認され、2021特例適用選手として出場選手登録を抹消された。打撃でのパンチ力と勝負強さ。 50メートルを5秒8で走る瞬速、打ち、外野どこでも守れる、守備の器用さを武器としている。もともとは右打ちであったが、父親の勧めで、小学2年時から左打ちの練習を始め、両打ちとなった。チーム内での愛称は、若、ファンからは、自身が端正な顔立ちであることから、若様と呼ばれている。高校時代のチームメイト、英五郎とは、仲が良く、 互いを認め合う関係。巨人入団後の2019年6月6日には、刺激が在籍する楽天戦でプロ初打点を挙げ、グラウンドで彼からナイスバッティングと声をかけられている。ありがとうございます。